年の6月、茨城に時ならぬキノコ雲が現れた。すごいな。なんだ、まるっきり原子。なんだろう。あれなんか原子爆弾のキノコ雲みたいだよ。すごい。現場周辺は一面火の海。これは住宅に囲まれた花火工場の爆発だった。消火が始まってからも続く花火の爆発。これ他事ではない。危険ですので、もう少し移動してください。移動してください。高さを上げますから。全部車買ったばかりだ。あれどかけている間に爆風で家が破壊された住民もいた。どうしよう。ああやだ。ああやだ。どうしよう。ああどうしよう。ああやだ。この爆発事故で花火工場の作業員3人が死亡、付近の住民51人が重軽傷を負った。工場と住宅地の保安距離は保たれていたが、貯蔵されていた火薬は法律で定められた量をはるかに超えていた。